はい、皆さんこんにちは、坂木敦でございます。5時20分ですね。ドルボンどうなったでしょうね。忙しいね、ドルボンっていうのは。1312とですね、まあちょっと戻されてますね。今晩動くんでしょうかね、これはね。さて、そのウォンの国の話ですね。ちょっと古いんですけど、3月12日、武藤武俊さんという元中韓大使ですね。徴用工解決案は韓国の国益、野党、市民団体の反対運動は国民に浸透せず、何があっても反日正義の風潮に同調しなくなった韓国の若者たちという記事で、前に一回取り上げたかもわかりませんけどね。はい、3月6日にユン・ソンニョル政権が電撃的に発表した元徴用工問題の解決案に対し、韓国国内では正否が分かれている。うにゃうにゃうにゃと書いてあります。そうですね。で今ですね、これが割合問題になってましてですね、そのどう言いましょうかね、日本に対してちょっと弱腰すぎたという話でですね、いや言うてるわけですけども、それを言うてる連中が掲げるのはですね、正義なの、正義を踏みにじってるというふうに言うてるわけですね。まあ別にいいんですけど、日本でね、今ね、こう正義という言葉をですね、少年用のあの仮面ライダーとかまだやってるますよね。あれでも正義の味方とか言うてるんですかね。もうほぼ使わなくなった言葉ですね。なぜかというとこっぱずかしい。で、正義と言ってですね、それがですね、どう言いましょうね、正義ではなくってですね、後ろで横島なことをしている、邪悪なことをしているのがバレたときに超かっこ悪いでしょ。超かっこ悪いからですね、その、なんていうかな、こっぱずかしいし、超かっこ悪いし、言わなくなったんですけど、お隣さんでは堂々と言うんですよね。正義連なんていう、まあ、略して正義連なんていう、そのあれですね、団体があって、そこにですね、要は、第二次世界大戦中以前にですね、その人類最古のビジネスに励んでおられた女性たちをなんかお世話しようみたいな、だから皆さんお金ちょうだいって全国からですね、莫大なですね、寄付金を集めて、それをポッポ台無しにしてたおばさんがいるんですよね。その団体がですね、正義連っていうんですね、向こうで一番有名な団体で、そのおばさんはですね、その問題をネタにですね、自分が有名になってですね、果ては国会議員までなってですね、今でもまだちょろちょろしてはるんですよ。で、あの人は全く正義とは程遠い不義の人なんですけども、なかなかやめませんね。ものすごいね、顔を見るとね、うわ、こいつは空の皮熱いわーっていう、もうまさにそんな顔なさってるんですよね。ユン・ミヒャンって言うんですけど。でね、大体だからね、私の感覚ではですね、お隣さんでですね、正義って言った時にはですね、なんかね、その向こうに横島の何かがあるんですね。よく言うなと思うんですよね。もうアメリカ人って言うてんのかなっていう、ジャスティスかな。という言い方があってですね、私の知り合いのオーストラリア人はジャスティンって言うんですけど、正義さんっていうのは日本語で言うと、正義というですね、あれですね、ちょっとこっぱずかしい言葉をですね、向こうの人たちは本当に日常語として使っています。で、それをね、言われるとね、大体で正義ではないんですよ。正義というか、そういうことよりもね、かなりなんか、よこしまな、何か企みがあるわけですよ。SDGs とかあるとよく似てるんですよね。綺麗事なんですよ。ものすごい綺麗事で、で、そんなの実現しそうにないようなことをですね、言うてるだけで、まあ、看板としてね、スローガンとして掲げるには、まあ、ええのかもしれませんけどもね、現実的にものを考える人間からすると、あまりにも空想な、ですね、虚しい響きがあってですね、お隣さんの場合は正義というと必ずその向こうにですね、なんか正義とは程遠いですね、なんか邪悪なものがですね、潜んでるわけなんですね。で、今回もですね、国会でですね、もうかなり問題になって、そういう向こうの国会でね、今回のユン・ソンニョルさんの日本訪問でキッシャンとオムライス食べたと、
まあ、オムライス食べたのはいいんですけど、その日本から一切の謝罪、新しい謝罪を引き出せなかったということとですね、その賠償ってなんですけどね、あれ本当は慰謝料なんですけどね、向こうのメディア全部賠償金って言ってますけどもうその辺からして全然正義ちゃうんですけどねその慰謝料をですね、払う財団をですね、財団に日本企業からの寄付はないということでですね、そこでですね、日本の言う通りやないかと、日本の要求をそのまま受け入れた解決策じゃないかということで、実はですね、ユンさん非難ゴーゴーを浴びてましてですね、そのことでですね、大統領府の中でもですね、なんかものすごい議論というか対立があったみたいで、最近安保長官ですね、更迭されました。まあそれについて別の動画で喋りましたんで、まあ鈴沖貴文先生のですね、あれを元にですねちょっとお話をしましたんで、またそれは別の動画で言ってますんで聞いてください。ただあの国の中でですね、もう毎日ね、私メディアを見てるでしょう、こうハンギョレっていうメディアがあって、もうそこはもう非難一色ですね。これハンギョレの方貼っときますね、もう本当に非難一色、ハンギョレのね、あのホームページを貼っておきましょうね、非難一色で、もう何と言いましょうかね、ただね、このこう武藤さんの武藤さんのこう記事にもある通り、いまいちね盛り上がってないんですね。だから向こうの方もですね、正義とかっていうのにですね、ちょっとこうだれてるんかな、どっちだけなってるのかなという感じがしますね。4年前にですね、ギャーッと反日やってやって、日本なんか行ったらへん、こうたらへんとかってやって大騒ぎした割にはですね、何の成果もなかったでしょ何の成果もなかったんですね。向こうの会社がですね、何社か LCC が1社か2社倒産してですね、向こうの関連会社ですね、日本関連会社が何社か倒産したということで、別に被害は日本企業がですね、若干売り上げを落としたところがあるのかも分かりませんが、そんな言うほどのことはないんですね。全部被害は向こうの国内に起こったんですけど、そんなことはですね、報道されてませんそれで、日本のですね、コロナの直前でしたけどもですね、インバウンドが減ったかっていうと、増えはしないんですけども、その分たくさんヨーロッパからいらっしゃってですね、全然その観光客相手の商売で困ったかっていうと、そういうこともないんですね。何の効果もなかったと言っても、まあ、過言ではないわけでして、そのことをですね、彼らはですね、分かってないと思います。ものすごい日本人困ってんねんとかってそういう報道ばっかりあったような気がしますんで本当にもう、なんて言いますか、ファクトチェックというものをなさらない方々でして、ファクトよりもエモーショナルな、そっちの方に行く連中でございました。ただですね、こう左翼メディアはですね、ギャンギャンですね、その焚きつけるんですけども、どうもいまいち市民のノリが悪いというのはありますね。もともと大戦中労働者問題はですね、あんまり関心なかったんですね、大谷さんでも。なんでそのやっぱりあれですね、その問題の元がですね、やっぱり慰安婦問題に比べてちょっと弱かったのかなというところはありますね。で、あとやっぱし日本のですね、輸出管理の強化みたいなホワイト国外しとかっていうのはですね、ものすごく向こうの方のプライドを傷つけたわけなんですけども、今回はそこまででもないしみたいな、もう冷めてるしみたいなところもあってですね、今一つですね、のれんに腕押しみたいなところがありますね。ただユンさんの支持率がじわっと下がってます。ただこれはね、ユンさんの支持率は多分今月末にですね、24日からぐらいかな、アメリカに国賓訪問するんですよ。で、国賓になったらもうお出迎えとかね、儀礼とかものすごいんですね。で、お隣さんってそういう映像を見るの大好きなんですよ。うちの大統領はね、アメリカの大統領にってこう、そういうふうに思う。まあ日本ってあんまり関係ないでしょ。まあ、少しはね、1% か 2% 上がるかなぐらいですね。だから向こうは多分 5% から 10% ぐらい上がるんですよ。なんで、そこでちょっと回復するんちゃうかなという気はしますね。アメリカへの国賓訪問で、岸さん、じゃあバイデンさんに歓迎、大歓迎してもらってるみたいなところですね、上がるんだと思います。ただバイデンさんね、ちゃんと釘刺すと思いますよ。ユン・ソンニョルに、後戻りするんちゃうと分かってるやろな、みたいな。釘を刺されたユンさんがどう答えるかは知りません。
ただそこでですね、いろいろ返事をしないとですね、いつかみたいにですね、握手をしているのにですね、顔は向けてなかったみたいなですね、ああいう習字を食らうんですよ。まあユンさんもそのあたりはですね、分かってるんちゃうかなと思いたいですけどね。はい、ということで、このですね、正義という名のもとのですね、運動は今一つパリッとしないんですけども、彼らが正義ということ時にはもうろくなことはないやんと、まあそういうお話をしたつもりでございました。はい、皆さんどうもありがとうございます。